有吉弘行が20日、JFNK、ラジオ、すんだ、ワイナイトドリーマーに出演。第105回全国高野球選手権大会、準決勝、21日で、土浦日大、茨城と対戦する慶応、神奈川の主軸打者に縁があると明かした。有吉は、松村、国博さんからね、甲子園の時期はたま、にメールが来るんですよと、苦笑交じりに語り始めた。普段は、メールなどはしていないというが、この時期になると突然何の前触れもなく、松村から、強いね、5番はやばいね、などとそう、られてくるそうで、俺別に普通にチラッとは見るけど、あの選手が今年注目だなみたいなマニアじゃないんだけど、と大困惑。仕方なく、ああそうですね、などと適当な返事を送り返していたとい、うが、最近になって、息子すごいねというメールが着信したという。有吉は、清原和博氏の息子の慶応、勝ち地内野手のことかと一瞬思ったが、でも、清原今日出てないなぁと思え、てさ、何の息子ですか?って送ったら、次の日に、広島のテレビ局の延松さんの息子だねって。あ、そうなの。って。知ってる、広島のテレビ局でお世話になってた、延松さんっていうプロデューサーの息子、ランフトシナイヤ氏が、慶応の5番打ってんだってと、驚きの瞬間を振り返った。有吉も中継を見ながら、顔似てんなと思え、出たそうで、松村情報で知る、苦笑。唐突なんだよね、いつもと先輩の気候に迷惑しつつも新たな発見を喜んでいた。